どうも、メダです。パーソナリティーいきたいと思います。はい、本日は掛川高校でセンターフォワード作っていきたいと思います。デッキの方は、あずさ、アフロ北の滝峰。で、香川、桜庭、日本代表の碧くん。この6人でいきたいと思います。まあ、とりあえずサブアカではね、なかなかこの高校やりませんが、まあ、しっかりと、でかいの、狙っていきたいと思います。で、アイテムの方はドリンクと招き猫を持ち込んでおります。では、やっていきましょう。で、今日はね、できるだけオフェンス、スピード、メンタル。まあ、スピード2ぐらい踏みたいとは思ってます。久保の思い出それぐらい踏んで、まあ、しっかりと敏捷を稼ぎたい。最低でもスピード1は踏みたいと思います。で、あとはオフェンスね。オフェンスは1、2。その辺は踏みたいですね。はい、しっかりとやっていきましょう。まあ、精神が足らなくなることが多々ありますので、まあ、メンタルもありかなと思いますが、まあ、その辺はね、来たとこ踏んでいこうかなと思っております。まあ、思ったとこ来ないんでね。まあ、スピード1、オフェンス1は確実に行きたいとは思います。はい。で、ディフェンスか。ディフェンスはちょっと違うんだよな。行きたいけど違うんだよね。まあ、敏捷稼げるからありがたいけど、やっぱ敏捷ね、500とか稼ぎたいんで、ディフェンスではなかなか稼げない。なので、まあこれでいいと思います。あー、テクニック。テクニックよくな。テクニックじゃないんだよな。テクニック、フィジカルはマジでいらない。筋力と技術はね、筋力はまあ微妙かもしんないけど、技術はマジで余る。余る方向に走るんでね。マジでいらない。はい、北野くんね、録画しておきます。しっかりとね、今回はボンバーヘッド。ボンバーヘッド取っていこう。まあ、ソウルフルシュートでもいいけどね。まあ、ボンバーヘッドかな。はい。そして、ここ、何も来てないんで、とりあえずメンタルいっとこうか。あ、でも、これは踏もう。さすがにここまでね。評価上げれるんで、踏んどきます。で、ヘキくん、今日はね、ヘキくんは、あれだ、超回復取っていきます。超回復を取っていきましょう。野生の嗅覚はこの高校で取れるんでね、被ってしまいます。またディフェンスとテクばっかだなぁ。ちょっと辛いなぁ。で、ヘキくん、疲労を回復させよう。超回復ください。はい、オッケー、ナイス。じゃあ、これでもう3回目は確定ですね。そしてまたディフェンス。ディフェンスじゃないんだよなぁ。ディフェンスじゃない。ちょっと厳しいなぁ。まだ一回も、久保の思い出踏めてないのが痛すぎる。はい、なんでそんなにディフェンスばっか来るんだよ。マジか。それちょっと辛いな、本当に。頼むぞ。しっかりと、スピード、オフェンス、メンタル。メンタルは最高でも一回。はい、それを踏んでいきたい。そしてこれ回復もらっておいてもいいけど、微妙だな。回復でもらっとくか。はい。そして、桜庭ね。まあ、桜庭はとりあえず、まあ、簡単ですけどいいんだけど、オフェンス来ました。オフェンス踏んでいきましょう。はい、オフェンスとりあえず1入った。あとはスピードは絶対1入れたい。スピード1入れたい。よろしくお願いします。まあ、メンタルはね、最悪、オフェンスでも精神稼げますので、まあ、オフェンスをしっかりと踏めればいいのかなとは思います。はい。うわぁ、4タック。来てるけど、なんか違う。今は思い出が欲しい。まあでもありがたいけどね。はい、行きまーす。はい。うわぁ、4タック。マジか。46%。これも通る。オッケー、ナイス。やべ、これじゃない。これじゃないけど、やばい。ディフェンス、やば。ちょっと思い出がちょっと逆にやばいな。大丈夫かな？思い出終わるかな？思い出4回踏まないとダメな。あ、オフェンス来た。お、いいね。オフェンスとりあえず行きます。じゃあ、オフェンス行って、あとスピード2回来てほしい。スピード2回は来ないのかな？まあ、最悪オフェンス3回でもいいよ。まあ、スピード1は来よう。で、もう、日本タック2回踏めたからね。でかすぎる。それね、できればね、まあ、イベントが始まってから来てくれると、銃溜まったりするんでね、ありがたいんですけどね。今じゃない感もあるけど、まあ、経験点を稼げるんで、よしとしましょう。おぉ！マジか、またオフェンスか。これ、多分、技術、だだ余りするパターンです。で、あと、スピード1回来ればいい。まあ、ディフェンスでもいい。いや、スピードだ。いや、スピードがいい。ディフェンスは何回もチャンスあった。で、違う。ディフェンスはいかない。スピードでいきます。はい、桜庭ハードワークもらっておきましょう。
はい、スピード。スピード。もうオフェンスはさすがに踏まない。オフェンスはさすがに踏まない。お、来たスピード、いいよ。よし、なんとかオフェンス3、スピード1。スピード2が良かったけど、まあ今回はね、敏将をちょっと振らない方向でいけば、なんとかなるのかなと思いますんでね。ちょっと敏将使わないようにしておきます。いや、オフェンスタックな、マジででかいの来てんだけどな。で、回復ナイス。いやー。で、あずさ。あずさが終わってきて、あと1回なんで、まあ、とりあえず、まあ、オフェンス A にしてるからな。オフェンス A で、結局、なんだっけ。なんだっけ、なんだっけ。5レベ。オフェンスがね、5レベまでなってますんで、5まで上がるんですよ。5ずつ上がるんですよ。で、3回思い出踏めるので、それをやれば、まあ100になるっていう計算で、一応ここで止めてます。はい。で、香川でもいい、ここは。香川の、スプリント!サッカーの方が、まあよしよしよし、いいよ。サッカーの方がいいよ。まあ技術系じゃない限り。そしてこれ休んでおきます。はい。で、タック。ああ !3! うぅ。すごいタックるよな、今日。これサブアカだよ。多分わかんないんだけど、すごいタックしてくる。そして超回復終了ですね。ありがとうございます。はい。まあ、経験点ね、かなり稼げてました。かなり稼げてたけど、さあさあさあ、どう行きましょうか。健康に過ごしたいで行きましょう。で、ここを一発練習しまして、これはディフェンス踏んどこが、ディフェンスで一発練習しといて、一回休もうか。うん。休もう。はい、オッケー。で、香川。で、持って、香川、神谷ね。進んでいきます。で、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 オフェン、あ、しょぼいな。まあでもこれオフェンス踏まないといけないんだろうな。うん、ちょっとしょぼい。ちょっとしょぼいけど、これは踏んでいこうか。さすがに踏んでいかないともったいない。ターンが一旦もったいないんだね。粘るのは後です。はい、ジャイアントキラー。で、回復ですね。オッケーオッケー。いいよ。いい感じです。で、エミネと話してみる。で、アズサ。はい、リードコツオッケー。アズサね、このリードコツが入らない限りちょっと重いんですよ。なので、ちょうどよかったです。で、オフェンス行って次。もうオフェンスでタック。まあ、メンタルタックがいいな。で、これはチャンスメーカー取っておきます。メンタル、お、いいよ。いいよ、メンタルタック。いいよ。これでちょうどいいや。ちょうどいい、ちょうどいい。はい、じゃあメンタル行って、マックスにしていきましょうか。ゲージをマックスにしていきますと。はい。じゃあ、次、スピード。スピードでもいいよ。オフェンスでもいい。まあ、とりあえず、あ、微妙だな。一回休もう。スピードはね、やっぱり500とか稼ぎで。お !700! 来た!いいよこれ。ナイスナイス。いいよ。じゃあ、とりあえず、敏将かなり防げ、上がるから。まあ、とりあえず、でもこれでも、あれだな。732だから、あれだな、違うな、ちょっと敏将使いたいな、何なら効率的に、ファーストゴール、途中出場、この辺取ろうか。これだけ取っとけば多分、まあね、溢れることはないので、うん。これでいこっか。はい、スピードいきまーす。さあ、さあ頼むぞ。さあ、とりあえず、いや、いいのか。これでいいんだよな。とりあえず、いいから、これでいって、まあ、次からオフェンスにしてくれる。それかスピードにね、こういう形で集まってくれれば、その時敏将取ってもいいんだよな。で、香川うどん。ナイスタイミング、いいよ。で、ここで、あー、タックがない。タックがない。なら、メンタルでもいっとこう。タックがないのは辛い。さあ、次、3タック以上。3タック以上が来てほしい。で、ぶっちぎり成功。OK でーす。ナイスでーす。
とりあえずスピードは60まで上げておきます。とりあえずどこまで振れるか分かりませんが60。そして2タックか。これはとりあえずオフェンスいきますが、いくけど、休むか。はい、完結マックスよで、オフェンスまあいいか。まあ技術は正直あふれんなこれな。うん、じゃあオフェンスね、いってきます。今のスピードが集まってたね、スピードにいってやってたんですけどね、残念ながら集まってませんでした。そして2タック、3タックは良かったな、一発でいきたかった、残念です。はい、わかった。はい、では学園祭やっていきまーす。7957、まあ経験値は稼げてると思いたい。サブアカにしてはね、パワーも結構あるしいい感じです。でここは一回休んでも全然いいけど、多分ねドリンク余ってくるんですよ。なのでメンタルいきます。はい、便所もらってきまーす。はい、ではベンチだね、しっかり前半後半やっていきましょう。で、そうだな、この辺取っときゃいいかな。はい、無事終わりましたね、では続きやっていきまーす。さあでかいの3タックとか、オッケー、ナイス、ボンバーヘッド、オッケーで、うわー、しょぼい、これはしょぼい、一回休みたいぐらいしょぼい。でも、行くしかねえのかな、ディフェンス行こうかな、これちょっとディフェンスの方がいいかもしんないな。うん、ディフェンス行こう、いいよ、これはもう民衆稼いできます。ちょっとしょぼすぎた。はい、ヘキ君。で、これはインナーでもいいんだけども、まあまあまあ、インナーしておきます。体力ね、だいぶドリンク余ってるはずなんで、大丈夫です。はい、香川。回復ね。スポーツマッサージで、行こう。下はね、ハードワークのコツも取ってるんで、はい。そして、メンタルだな、これは。あ、でも、桜子でもいいけど、これはメンタルだな。精神足らない気がするんで、メンタルいってきまーす。つなぐ思い。はい、俺が取るよ。で、オフェンス。まあ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 、でも技術が多いな。まあ、いいか。これは、オフェンス行ってしまいましょうか。行くしかないんだもんな。オフェンス行きます。はい、これで終了かな。はい、野生の嗅覚ゲットでーす。で、ミネ君、あと1回で終わりでーす。で、あずさ。で、超回復は取ってもいいんだけどな。超回復、回復量が多くなるっていうのはあるらしいんですけど、俺もよく分かってないんだよな。はい、オフェンス。はい、オッケー。はい、ミネ君、ナイス。いいよー。で、桜葉、ドライブシュートでいいよな。うん、これはドリンク、あ、いや、これメンタルでもいいんじゃねえもん。うん、まあ取れるものは取っとこう。はい、これでいきます。で、メンタルでいきましょうか。はい、団結。はい、では、あ、桜葉終わり。はい、ドライブシュートゲットでーす。オフェンスではないな。あ、でもしょぼいな、オフェンスか。でも技術があまり意味なんだよな。
それならディフェンスで敏捷稼ぎたいところ。敏捷ボナーがないからちょっとしょぼいのかな。はいはい、では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 、しっかりと点取っていこうか。はい、では行きます。はい、3-0 で終わりました。 OK です。はい、残り7ターン、残り6ターンか、残り6ターン、でかいの、でかいの。とりあえずあと2回起こせればいいかなって感じですね。あと2回、あと2回起こしてくれれば御の字です。さあ、しっかりと2回起こしていきましょう。で、1はちょっとしょぼい、ワンタックはちょっとしょぼい。次2タック以上、次2タック以上、ここで終わらないとちょっときつい。はい、2タック OK。 じゃあオフェンスいきまーす。で、やって団結練習して、あー、オフェンスかー、オフェンスかー、オフェンスだな。敏捷がだいぶ余ってきたけど、これスピード S までするとしんどいな。さすがにちょっとしんどいな。やっぱスピード1回はきついか。スピード2回は欲しいな。お？え？今の普通に来てほしかった4タックじゃん。マジか、もったいね。次のターンに来てほしかったんだけど。一発いけたよ。じゃあこれ、テクニックいっとこうか。ドリンクあるしね。ドリンクあるんでテクニックいっといて、次2タック。次2タック以上来てください。来ないと最後団結練習ができません。よろしくお願いします。2タック。はい、OK！ これで終わりますね。いい感じです。さあ、では2タックで、試合やっていきましょうか。はい、で、これはさ、サクッとピンチャーね。はい、やっていきまーす。で、能力なんですけども、あふれはしないか、多分あふれはしないので、このままでもいっちゃいいかな。はい、これでいきまーす。いきましょう。はい、4-0 で終わりました。ということで、ということで、で、最後、うわぁ、しょぼー、テクニックはいらないな。でも、敏捷が欲しいんだ。敏捷が欲しいけど、まあ、いいか。ルートはいらないから、こっちでいい。若干、敏捷は多かったね。ディフェンスの方が。はい、それでいいです。能力どうすか。敏捷をちょっと振っていきたい感じがするな。でも何に振るかなんだよ。スピードはさすがにな。 C 以上上げちゃうと後がしんどそう。まあ最悪 B とかもでもいいけど、まあ振れるもんなら違うものに振って最後に振っていきたい感じはしますね。どうすかな。もうちょっと技術足らなかったか。はい、終わりました。4-0で終わりましたね。では、ではではでは。最後、能力振っていきたいと思います。経験点どれぐらい稼げた？ 1 万5千ぐらい？まあやっぱりね、ギガント学園高校とかに比べれば、やっぱ経験点は少ないです。でかいタックって言ってもね、そんなに、3000点練習もないんで、15,697、十分稼げました。さあ、どれぐらいいったかな。さあ、久しぶりのサブアカでの掛川高校。US2 ぐらいかな。3はいってないかなって感じですね。はい、US2。まあまあまあ、この辺は仕方ないね。まあ、やっぱり、次の高校出てくれないと厳しいのかなと、センターフォワードは思います。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。